はい、皆さんこんにちは、メカミックスです。モンハンワールドやっていきたいと思います。今回は古竜バルハザクですね。こちらを討伐していきたいと思います。ちなみにバルハザクはまた初見になります。で、装備の方からちょっと見ていきましょう。またチャージアクスですね。で、武器の方は、ネルギーガンテの装備になってます。まあ竜属性がついて、まあ、風流力っていうのがね、あの台であるので、こちらを交流用に作ってます。で、防具は、ガロン系で、これだけね砲玉が必要なんで、砲玉持ってないんで改装備になってます。あと体力上限をね上げて、増強がレベル2なので、合計で180かな。今回ね150以上に、体力がいくので200までいくのかな。かなりね体力増強のスキル強いと思います。じゃあこれでやっていきましょう。またねフレンドさんと一緒にやってきます。さて、上位はねたまに振り落とされるんだよねこれちょっと一回ねあのキャンプ地に帰りたいんで、ちょっとキャンプに移動します。応急薬とかはねやっぱり回収しておきたいんですよね。あいつは振り落とされなかったようだな。お、全部もらっちゃっていいかな。何も回収してないね。よし、じゃあこれでいこう。まあまずは、バルハザクのところへ向かいましょう。あれ、どっち？こっち？正気のね谷の一番奥にいるみたいですけど、最初のねイベントだけはちょっと見ておいて、でクエストから帰還した感じですね。それをやっておかないと、イベントを見ないとね他の人が参戦できないんで。これどっちが早いの？こう滑るのとさ、このスリンガーでさこうやっていくのまあこっちの方がね爽快感はあるよね。あの立体軌道みたいな感じで、もう少しね自由にこう立体起動できれば面白いんだけど、まあそれはね3月発売のね進撃の巨人2結構やりたいんで、そっちでやっていきましょう。対正気用のね対策を別にしてないんだよね。俺もちょっと掘っていくか。大丈夫かな。お、これはノバクリスタルかな。鉱石とかこんなしょぼいのも出るんだ。あ、これこいつか。なんかすげえボフってなってんな、正気が。いって、今何に当たった？大丈夫か。なんかいきなりヒットポイントが減ってるけど、間違えたえ、待って、止まれないよ眠らせたのかなすまんねえ、ちょっと俺今止まれなかったよ。双剣とかもね急には止まれないからね、ランプの時とか。あ、やばい、ちょっと待って、結構ヒットポイントがやばいな。コリューはねやっぱり強いよね。クシャルダオーラとねテオテスカトルはもう倒してあるんですけど、まあ2匹とも強かったね、やっぱり。特にねクシャルダオラのね風がすげえ厄介になってた。もうマジで風だらけなんで。お、ちょっと尻尾狙っていくか。俺はほら外れた。あいつはまたガンナーか。古竜相手だとねよくガンナーで来るんだよねしびれ罠とかさ効かないでしょ古竜相手だと。あ、待って、ね、これ、そう、打ち消しの実はね持ってきた方がいいってね書いてあったからね、打ち消しの実はね持ってきたんですよ。こんなんなんの？ちょっと待って、これ変なプルス入ってんだけど。3分や貯めちゃおう。やーべ、この猫ちゃんの回復いって、ちょっと応急薬を飲む。あれ、これ何？あ、あれか、状態上回復のやつか。
なるほどね、それも持ってった方がいいんだね。一応風流力があるから手数を増やしたいね。いて今どういう状況、属性解放付き叩き込めたかな。瓶もねある程度使っていかないといけないし、いってあと回復はこまめにしていこう。これ結構隙があるね、入ってる時いけるか。ほらやっぱね剣モードからね属性解放好きがね、属性解放ギリかできるようになってるのはいいよね。モンハンクロスとかねできなかったからね。チャージアックスがね一番最初出た作品ではできたんだけど、なんかチャージアックスね一回弱体化しましたからね。やっぱりからね本当に属性解放切りに持ってきるのがでかい。いて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 、ちょっともう一回回復。早食いとかもねあると便利そうなんだけどね、ただちょっとそこまでのスキルをつけらんないんで。尻尾どうかな、なんか切ってる余裕がなさそうだな。まずはやっぱり討伐をメインに考えるか。ん？行ったか。ちょっともったいないけど応急薬を飲んじゃおう。で研ごう。これはね研いだ後一定時間切れ味が下がらないっていう性質があるんだけど、追ってる間にね大体切れちゃうんだよね。おーおーおお、ちょっと瓶貯めたいね。よし、ここ、え、何か大丈夫、よし、ちょっとあれ使おう。何モードっていうの、よくわかんないけど、ピンを貯めてね一回マジで属性解放切りを叩き込みたい。高出力の属性解放切りを叩き込みたいですね。お、今いいんじゃん、いけるか。おっ、ガスした。いっていっていって、やばいやばい、これやばいね、マジでやばいね。うわ、方向ここまで届く、回復してくれるのはありがたいけど減ったまんまだからね。ちょっともう一回回復したいね。やばいやばいやばい、いけるか。3くらい、カーッした。割とでも隙はあるんだよねこれやってるとき。今度こそ決め、3つ、いって、ちょっと待って待って待って、グレートを飲みたい。猫回復、ナイス。一応体力はねマックスに保っておかないとちょっと怖いんだよね。赤にしよう、よし、叩き込みたいね。今いけるか。おっ、やっ、当たった当たったっぽいね。よし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 、そろそろ瓶が切れる、点滅してる。バインドボイス、何の攻撃を食らうと最大ヒットポイントが減っちゃうんだ。いっていっていって、なんかわかんねえわかんねえけど減るな。
回復強くさとかいうのがあったな。これちょっと使おう。よし、厄介は厄介だねマジで。こまめに当てていこう。ちょっとこの風流力をやっぱり生かそう。多分手数を当てた方がいいよね、風流力を生かすんだったら。これはチャンスじゃないか。おっ、アタック目もう一発いけるか。おっ、ダッ、いいね、いって高級薬が減ってきたな。これかチャンスなのは。もう一回叩き込む。去っていったか。ちょっと足跡取って、これね攻撃力高いし、青のゲージもね結構長いんで、まあ使いやすいですね。こんなもんか。一応回復の円筒みたいなの持ってきてんだけど、あんまり設置してないな。足跡をちょっと取って。いるね、ちょいちょいちょい、待って待って待って、いいね。あそこに回復が用意されてる。ちょっともうパクっちゃおう。痛い、尻尾邪魔だね。結構長いねこいつの尻尾。ん、これはまたあれか。うわすっげえ減った。ちょい待って待って、食らったら死ぬ。あれはなんだ、こうやばい、狙われてる。ちょい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 、逃げる逃げる逃げる。グレート飲んで猫で回復して、いや一気にすっげえ減るわ。ああ、あの煙食らうとダメなんだな。ちょっと瓶を補充しよう。テオテスカトルのなんか自分を中心に爆発する感じのやつか。これはうおー痛い。モーションがまだ分かんないからね。これは何をやってるんだ、何を貯めてるんだ。すげえ貯めてるね。でボフってくるのか、あ分からんちょい近づいていいのか近づいちゃダメな。おー、ちょっと待って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 、緊急回避。これこっちこっちから行こう。よし、ピンチャージ。撃てるか全、おいいね、巻いてる。もう一発は無理かな。行きたいね、撃てるか。おお、リハッキー、よし。なんだかよくわかんない状態だけど、結構ダメージを与えたんじゃない。逃げてった。俺もこれ回収しよう。そう、逃げていくとねこのチャージ状態がね解除されちゃうからね。普通の回復薬を飲もう。でもちろんトイレ行こう、あんまり減ってないけど。あれ今バルハザクの落とし物、いいね。これ何、なんとか角、どこだ。こっちか。ピンをチャージして、ちょっと待って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 、これがマジで分かんないんだよな。近づいていいか。
怖い。めっちゃ燃えてんだけどさ。ええこれ大丈夫？もういいや、知らん。あとは知らん。尻尾に当たれ。当たってないか。うわー、今だからこれ正気めっちゃまとってるよね。これをやっぱ風流力で解除しないといけないんだな。そういう時はやっぱり連打だよね。手数勝負。正面は向きたくない。あそこに回復があるな。ちょっと回収していくか。あと1回乗りたいね。墓になったらチャージしよう。おっきゃー、どうだこれ。いやー、このガスか。やっぱりこのガスなんだな。打ち消し持ってきて正解だったな。これなかったら確実に死んでたよ、どっかの場面で。早く早くグレートを飲んで。ちょっと待って、くおー、やばいやばいやばい、これはマジやばい。あー、死んでしまった。徐々に体力が減ってくっていうのも痛いね。あとお食事 OK だったよね。お金で払おう。あれ、一回食べちゃうと同じやつは出てこないんだ。もうこれさ、食材とか分かんないんだよね。いいや、ちょっと選んでみるか。これさ、いっぱい選ぶもんだって。これは全部スタミナ、なんか良さそうなやつにしとこう。スタミナしか増えないんだけど。あ、肉だから、あ、そういうことか。体力が増えるやつとかってちょっとずつ増やしていく。こうやって体力10でしょ。達人ビールとかってなんか怪しいよね。分からん、分かんないから、もういいよ。飛躍飲もう。困った時の飛躍。あれ、飛躍は持ってきてるはずなんだけどな。まあ持ってきてなくてもね、あのキャンプ地から取り出せるし。今あいつはちょっと一人で頑張ってんのか。申し訳ないね。肉食って肉食って肉食って。あ、そうかそうかそうか、もう増えないんだ。ついついね、やっぱり体力とね、あれを一緒にしちゃいたいんですよね。あ、どっち、こっち。どっちだったの？ここたまにさ、わかんないんだよね。あ、やっぱこっちか。で、こっちか。お、いる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 。まあ、若干切れ味が落ちてるけど、まあこれくらいだったら問題ないでしょう。これ何？正気を帯びた肉片？賛成ですって何が？まだ元気そうだね。これなんかな、やっぱ近寄りがたいんだよな。ボフってなるタイミングが分かんない。お、なんか鍾乳石みたいなの落としてんな、あいつ。ちょっと瓶使おう。おっ、ダッ、もったいないけどチャージしよう。怖え怖え、もう一回死んでるからね。回復しよう。ちょっと少しでもやっぱり体力は高い状態を保っておいて。OK、
金で置きたいけど、あと打ち消しの実をすぐ使えるようにセットしとこう。グレート飲んじゃおう。ガンナーのあいつにダメージソースを任せて、あ、潜ってくるこれ、あ、来たね、うお、結構射程長いね、そりゃあれだな、ガンナーの方が安全だよな、双剣とかマジで止まれないからな。一応今回使いたいのはね、他にね、双剣とガンランスですね。一応双剣はね1本あるんですけど、今のやつだと火力不足なんだよね。うわー、またちょっと減ってる。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、これほんときついわ。打ち消し、あ、いけない、ちょっと待って、間違えた、めっちゃテンパってる。グレートが残り4つか。今は近づけるかな。おりゃ、いったい、なんだ、何が爆発してんの。あ、ライトボーガンのなんかか。あいつライトボーガンだよね。あ、猫ちゃん回復プリーズ。いやー、なんかやだなー。なんかの部位破壊をした。正気は浴び続けてるとダメなのか、それともここはね、あれがいけるはず。ジャンピング、一発じゃ無理か。あ、弱ってる。爆弾置こう。もうオータル G はね常に持ってきてるからね。え、どっち、こっちから行けねえじゃん。どっち側だ、こっち側でいいかな。爆弾はね4人分置ければ全然いいんですけど、まあ救援信号はね今回出してないんで、本当に自分と自分の猫とフレンドとフレンドの猫で来てるんで。オータル G 寝てる？あれ、なんでどういう状況これ。え、どうする、なんか頭らへんに置いとく一応。もうやるしかない。自爆テロを起こすしかない。もうさ、周りのモンスターがさ、こうつっついちゃうっていうのすげえ嫌だよね。多分今そうだったよね。あ、なんか食らったね。マジか。ちょっと待って。もう確実にグレート飲んでこう。ギルを押すか。属性解放銀つなげる。おっ、いや、小出しで、小出しでいこう。風流力ってどうなんだろうね、いまいちこう実感がないんだけど、なかったらもうちょっと辛いのかな。回復薬、回復薬、待って、一応回復を設置してくれたか。
あれ何なのめっちゃ爆発してんだけど。ガンナーはね、一回も使ってないから分かんないんだよね。ちょ、これやばくないか。もう止まれない止まれないけど、よし、まあ本当はこういう時にね、大技決めるのがいいんだけど。いくぜ、ほら切った、尻尾切ったねよしよしよし。あんまり意識をしていたわけじゃないけど、貯めよう。オッケー。いやー死んでしまったよあれ尻尾どこ、どっかに尻尾あるよねめっちゃ見づらい尻尾がどこだか分からん。あ、これか。尻尾から尻尾を剥ぎたい。おお、尻尾だ。よし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 。尻尾とかね、尻尾から剥ぎ取れない、尻尾からしか剥ぎ取れない人とかいるからね人っていうかモンスター。あ、普通に尻尾出るじゃん、普通の剥ぎ取りで。ギルを押すか、剥ぎ取っておくか、せっかくだし。これ何、あ、骨塚ね。秒数がもうない。これで古竜3匹はなんとか倒しましたね。うん、宝玉がないな。宝玉が、宝玉とかマジ一回も手に入れたことないんだけど ターランクが15になった。と喜んでいたところに別モンスターか。大団長が戻ってきてしまいましたって総司令と大団長ってどっちが偉いの。やっぱ総司令かな。地脈エネルギーが異常に高まった原因、そこに調査に行こうと思う。おっと、再会の約束を果たそう。船には乗らずに君を待っている。よし、集合場所、クエストにしてジョーちゃんに託すか。遅刻厳禁。見事だ。古竜たちが竜結晶の地に再集結していると。どうした、険しい顔だな。わかった、はい。というところで、バルハザクね、死んじゃったけど、無事倒すことができましたので、今回はこれで終了したいと思います。次回はまた、別のモンスターやっていきたいと思います。